ですか。これモデルとしてはビッグボーイと言います。ビッグボーイ、はい、はい、シェイプとしては全く今のモダンなショートボード、いわゆる若い子があの普通にプロサーファーが使うそういったショートボードを、いわゆる体重のある方とかもしくはちょっと年のいった方ですね、はい、でも心は相変わらずボーイ、リッピングしたいっていうね、はい、そういうやっぱりショートボードのいわゆる自分の全盛期を今でも頑張ってやりたいっていうことを目指す。ただ年が来た体重もうんと増えてる方によってやっぱり今の510クラスのねそういうものではもうどんどん大変になってるっていうような人にとってはそれこそ全然ショートボードとしてリッピングのできる、はい、あの板ですし、またあの少し大きさも出てきてもあの十分なサイズもありますので、まあ、パドルも楽ですし、はい、まあ、ちょっと年のいった方なんかには非常に便利な一本です、ね、それフィンはどうなってるんですか。フィンはこれはトライフィンですけど、はい、まあ、これはクワッドでもですから、はい、例えばファイブボックスにしてのカスタムオーダーいただければ、はい、それも、まあ、テールももちろんこれでスワロー、ラウンド、はい、何でもチョイスも可能ですし、まあ、相変わらずあのどんなに年が来てもショートボードにこだわるっていう人もたくさんいますので、はい、やっぱりそういう人たち、ただあの体重がねどんどん80キロだのなんだのってなると昔は65キロだったんだけどなーなんていう人にとっては、まあ、いい板なんですね。そうですね、はい、やはりこれくらいの、これはまたティントでちょっとおしゃれ、はい、それサイズは皆さんいくつのぐらいですか。これはおよそ4です。6層ぐらいで、はい、人によっては66ぐらいあったって。あ、でもボリュームがありますね。いいと思います。幅も広いですから、はい、これ19と4分の3あります。で厚みはこれは2と16分の11です、はい、7センチ弱もあります、はい、だからといってレールがごっつすぎてこんなの嫌だなっていうほどのレールではありません。十分に寝て、あのただあの薄すぎる不安なレールではないです。十分体重がある方でもいけるという、まあ、若くてもそうです。体重がうんとある方ならお楽しみいただける一方だと思いますね、はい。